平成29年10月18日、今年度の阿蘇市市政報告会が阿蘇西小学校体育館で行われました。この日開かれた市政報告会には、旧阿蘇西小学校校区の市民らおよそ70人が参加し、まず、的石区の山本直樹区長が挨拶して始まりました。そして佐藤市長が、阿蘇市の財政状況や熊本地震からの復旧復興について、また今後の市の施策などについてスライドを使いながら説明しました。この阿蘇市市政報告会は、現在市が取り組んでいる施策について市民に直接説明し、市民と対話することによって市政に対する理解を深めてもらおうと、12年前から市内11カ所で開催しているものです。報告会では、阿南誠一郎教育長が、熊本地震で使えなくなった阿蘇西小学校の校舎は、来年12月の完成を目指しているなどと、教育委員会の取り組みについて説明。また、阿蘇医療センターの井野隆文事務局長が、地域中核病院として阿蘇医療センターの取り組みについて説明しました。さらに、阿蘇市車帰り地区では、国道57号北側復旧ルートの二重の峠トンネルの工事が進められているとあって、熊本河川国道事務所からも出席して、工事の進捗状況について、二重の峠トンネルは現在365日24時間体制で掘削しており、2020年度の完成を目指していると説明しました。意見交換会では、被災した住宅の補強はどうなっているのか、国道57号の早期開通などの質問が寄せられていました。平成29年度阿蘇市市政報告会は11月2日まで開かれることになっています。